大陪審、大陪審、大陪審は、一般市民から選ばれた、陪審員で構成される、犯罪を起訴するか否かを決定する機関を言う。起訴陪審とも言う。大陪審は、アメリカ合衆国において、権力分立、チェックバランスの仕組みの一環と考えられており、検察官の処分だけで事件が裁判、トライアルに付されるのを防ぐという意図ある。大陪審は、 コモンロー、英米法上の制度であり、イギリスで発達し、アメリカ合衆国に受け継がれたが、現在、大陪審を実施しているのはほぼ、アメリカのみである。刑事または、民事の事実審理、トライアルに関与する通常の陪審、小陪審、プチジュリーよりも、公正人数が多いことから、大陪審という名称が生まれた。伝統的に、大陪審は23人。 商売審は12人で構成されていた。大売審は、検察官の提出した証拠を審査した上で、インライトメントと呼ばれる正式基礎上を発する場合がある。もっとも、現在は、プレゼントメントは利用されていない。イギリスでは、10世紀末頃、サクソン族が大売審に類似した制度を持っていたと、される。また、1066年のノルマンコンクエストにより、 大陸から大陪審の原型となる制度がもたらされたとされ、現在の大陪審制の基礎を作ったのは、イングランド王ヘンリー二世が1166年に制定したであった。彼はトマス・ベケットの戦王に対抗して、国王の権力を回復するための政策として、村ごとに十二人の善良かつ法律に従った男たちを集め、犯罪を犯したと疑われるものの名を明らかにさせた。 1215年のマグナカルタでは、ジョン王が、貴族の要求に応じて、基礎売信を認めた。1290年頃には、基礎売信には、橋や、行動の維持管理や、監獄の欠陥について、また、州長官が、司法の手に委ねられるべきものを拘束していないかについて調査する権限が与えられていた。エドワード三世の治世、1368年には、 基礎売信の人数が12人から23人に増やされ、被疑者を基礎するためには過半数の同意が必要とされた。アメリカ合衆国では、マサチューセッツ湾植民地で1635年に組織されたのが最初の大売信とされる。植民地の大売信は、1765年の飲酒法について基礎を拒否するなどし、その独立性を示した。独立後、 1791年に批准された権利焦点憲法修正5条で大陪審が保障された。アメリカ合衆国憲法修正5条は、軍で起きた事件を除き、何人も大陪審のプレゼントメントまたは、インダイトメントによらなければ、死刑に当たる罪または、その他の不名誉罪、自由刑を課せられる罪に問われない。と規定する。 したがって、死刑または自由刑を貸し得る犯罪については、正式起訴、インライトメントが必要である。なお、プレゼントメントは、大陪審が陪審員自らの知識または、詩人からの情報に基づいて、捜査を行う場合に用いられていたものであるが、現在では、控訴権は、行政権が独占するとの考えから、用いられていない。連邦刑事訴訟規則は、これを受けて、 死刑または一年を超える自由刑で処罰され、売る犯罪、法廷侮辱罪を除く、すなわち重罪については、検察官の略式起訴状によって起訴することができる。憲法修正第5条の大陪審の規定は、連邦政府に対するものであって、州には適用されない。他のほとんどの権利焦点、修正第1条第10条の規定は、憲法修正14条のデュープロセス条項に、 含まると解釈され、州に適用される。しかし、大売信の規定は、デュープロセス条項に含まれず、州に適用されないとの、連邦最高裁判所の1884年の、判例はその後も変更されることなく、現在に至っている。もっとも、多くの州が大売信の制度を設けている。18州は、大売信の正式基礎上に売らなければ基礎ができない。 正式基礎集であるワシントン DC も正式基礎が必要。最も重い罪についてのみ正式基礎が必要な限定的正式基礎集が4州あり、そのうちルイジアナ州とロードアイランド州は死刑または終身刑にあたる罪について正式基礎を要としている。フロリダ州は死刑にあたる罪にのみ正式基礎を必要としている。ミネソタ州は死刑制度がなく、 終身刑にあたる罪にのみ正式起訴を必要としている。他の28州は大陪審の正式起訴がなくとも検察官の略式起訴上で起訴することができる略式起訴州である。もっとも、いずれの略式起訴州にも正式起訴を認める規定があり、検察官が正式起訴と略式起訴のいずれで行うかを選択できる。正式起訴の利用頻度は州によって異なり、 事実上大陪審が行われていない州もある。略式起訴を行う場合には、治安判事による予備審問が行われる。大陪審の陪審員は、商売審と同じ候補者団から選ばれ、一定の期間、少なくとも数ヶ月務めるのが通常である。陪審員の選任手続きは、陪審員候補者団を構成し、免除自由のある者を選ぶところまでは商売審の場合と、 基本的に同様であるが、商売審議よりも長い期間務めることから、免除自由が緩やかに認められる傾向にある。また、商売審の選任では、予備尋問が行われた後、検察官、弁護人双方が、理由付き機比及び理由なし寄比を行使することができるが、大売審の選任では、予備尋問は行われず、理由なし寄比の制度もない。一部の法域では、 理由付き機械があるが、その利用は非常に限られている。陪審員が選ばれると、監督に当たる裁判所の裁判官から、大陪審の権限についての設置が行われる。大陪審は独立の機関として、基礎をスクリーニングする責務があること、検察官は政府の代理人として、証拠を提出することを認識すべきこと、大陪審には承認に質問をし、 追加の承認を要求する権限があること、証言の信用性については、自らの判断に従うべきこと、また、伝文証拠が許される州では、どのような場合に許されるか、起訴するために必要な証明度などの説明である。商売審は一旦選任されると構成が変わらないのに対し、大売審では、期間の経過と共に免除される、売審員が現れたり、裁判所が、 その分を補充したりすることがある。そのため、大陪審が、任期中に何百件もの正式起訴状を発布する、うちに、事件によって、陪審員の構成が入れ替わっていくことは、少なくない。大陪審の手続きは、トライアルと異なり、非公開である。連邦では、大陪審の審理中に出席できるのは、検察官、尋問を受けている証人、通訳人、必要な場合、 記録係、速記係または録音装置の操作係のみであり、表記及び評決には、売信員、耳や話が不自由な売信員がいる場合は、必要な通訳者以外の者は出席できない。検察官は、大売信に提出する証拠を決める権限がある。ただし、多くの法域で、大売信の伝統的な役割に従い、売信員の個人的な知識に基づいて判断する。 ことも認められている。また、陪審員は検察官の呼び出した証人に質問をすることができ、それ以外の証人の召喚や物的証拠の提示を求める権限もある。検察官には、起訴を求める政府側の代理人としての役割と、同時に大陪審に法的助言を行うという役割もある。検察官は、大陪審の権限について説明するとともに、 その事件で起訴するに必要な犯罪の成立要件について説明を行う。被疑者とその弁護人は一般的に大陪審の手続きには出席しない。一部の法域を除き、被疑者には出席権、供述権はなく、出席を認めるか否かは大陪審の裁量に委ねられている。出席権を認めるのは略式起訴集の一部のほか。 正式基礎集の中では、ニューヨーク州のみである。もっとも、被疑者が出席、供述すると、弁護人の付き添いも裁判官の監督もない中で、検察官からの反対文を受けることになるので、被疑者は出席、供述しないのが通常である。ただし、ニューヨーク州では弁護人の付き添い権があるので、戦略的にあえて出席、供述することもある。承認には、トライアルと同様。 一定の証言拒否特権があるが、その他の証拠法則については、トライアルと同様に適用される法域、一部の証拠法則に限り適用される、例えば伝文証拠を一定の場合に姿する法域、証言拒否特権以外の証拠法則は適用しない、法域、連邦及び多くの正式基礎集がある。大陪審の審理は、密航的に行われる。 検察官及びその補助職員、並びに、売審員は、裁判所の命令がある場合のほかは、提出された証拠を外部に明らかにすることが禁じられている。連邦刑事訴訟規則でも、売審員らには、大売審の手続きの内容を外部に明らかにしてはならないとの主否義務が課せられている。これは、大陪審の捜査機関としての機能を強めるとともに、検察官及び大陪審が、基礎、 不起訴の判断について、世論の批判にさらされにくくなるという効果もある。また、被疑者、弁護人の立場から見れば、仮に大陪審の審理に、手続き的な瑕疵があっても、それを発見するのが難しいということにもなっている。検察官は、起訴するに、十分な証拠があることを大陪審に示さなければ、ならない。必要な立証の程度としては、州によって、 相当の権利で足りるとするところや、反証がない限り有罪判決を得られるとの一応の立証が必要とするところがある。連邦では、大売信の売信員の人数は、最小16人、最大23人とされており、そのうち少なくとも12人が賛同しなければ、基礎上を発布することはできない。州では、連邦と同様のところもあるが、 陪審員の人数をこれより少なくし、その3分の2あるいは4分の3といった特別多数決を必要としているところが多い。大陪審が起訴を相当とするときは治安判事に対し正式起訴状を投身する。大陪審は起訴するに足りる証拠があると考える場合であっても起訴状を発布しないことができる。これは陪審による法の無視の一種であると考えられているが、 商売審の場合と異なり、大売審の不起訴権限は判例上も明示的に認められている。なお、大売審の手続きには二重の危険は及ばないとされているため、一旦大売審が起訴状の発布を拒否した場合であっても、検察官が同じ事件を再度大売審に付託することは、合衆国憲法上は元さる。ただし、州によって、 再度の申し立てには新証拠の発見が必要などとする制限を課すところがある。大陪審は現在アメリカ合衆国以外ではほとんど見られない。イングランドは1933年に大陪審を廃止し、それに変えて予備審問手続きを用いている。オーストラリアでも同様である。オーストラリアではビクトリア州で大陪審の規定があるが、 死人が正式起訴の対象となる犯罪について裁判所にトライアルを求めるという稀な場合にしか用いられていない。ニュージーランドは1961年、カナダは1970年代にそれぞれ大売審を廃止し、日本の検察審査会は戦後 DHQ が日本政府に対し検察の民主化のために大売信制及び検察官公選制を求めたのに対し、 日本政府が抵抗した結果、妥協の産物として設けられたものである。ベンサムは19世紀半ばのイギリスで大陪審の意義について疑問を提起していた。現代でも大陪審は検察官の基礎を形式的に認めるだけの機関になっているとか、基礎のスクリーニングとしては予備審問の方が優れているといった批判がある。これに対し、政治や 民族的反感が関わる事件などでは、不当な起訴を防ぐために大陪審の意味があるとか、予備審問よりもコストが低廉である、また市民が刑事手続きに参加するための重要な機会あるといった意見もある。連邦最高裁判所は、犯罪の権威が認められても、大陪審は起訴を行わない、または軽い罪で起訴する権限があるという点を強調している。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。